はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ってことで、新しいスペシャル、サポートカードガチャ来ましたね。第5弾ということで、SSR ポウと、俺はこいつとサッカーがしたいというやつが来てまして、で今回はね、もうすぐリリースから100日、日頃の感謝を込めて初回11年が1回無料だよということなので、まあこの後引こうと思いますという感じなんですが、まあ軽くね見ていこうかなと。新しい SSR2 枚ですね。見ていきましょう。一つ目が SSR、俺はこいつとサッカーがしたい。こちらですね。サポートイベント傾向はコンディション系ということで、まあ、回復というか、コンディションを維持しやすくなるようなイベントが多く組まれているのかなという感じですね。で、練習能力見ると、初期スピードアップ、初期賢さアップ、練習時、スピードアップ 30%、スペシャルサポート、練習発生率アップが 50% と、スキルレベルアップの7がついてて、コンディション回復アッププラス、固有が賢さアップ 30% の、コンディション、回復アップ4ということですね。なるほど、なるほど。コンディション回復アップが、合わせて8になるのかな、マックスだと。なるほどね、という感じですね。で、練習メニューカードは、全力シャトルランについてる、全力シャトルランとイメトレで、全力シャトルランの白スキルが刹那と弾力。まあ、スキルレベルアップがついてたので、マックスなら8がつくのかなという感じですね。で、イメトレの方は見切りと打破と。金スキルをね、見れるようにしてほしいんだよね、ガチャ引く前に。そこはちょっと、ここに書いといてくれてもいいんだよ。書いてないんだよね。で、もう片方のバチラがテクニック系でポウっていうことで見てみると、初期テクアップ、初期スタミナアップ、練習時テクニックアップが 30%、練習ボーナスが 20%、レクチャー率アップ 50% とイベントステータスアップ 50%、そして固有が、練習時スタミナアップ 30%、練習時ボーナス 40% という感じですね。なるほど。で、練習メニューカードが、ドリブル2枚で片方が緑だよということで、これね、ちょっと気になるのが、もともとね、サポートカードの SSR って、練習メニュー金カード2枚今までついてて、その片方が緑に変わったってことは、キャラのちぎりの方は2枚ついてるけど、緑の方とね、金の方は合わせて、確率的にはね、1枚のカードとキャラの方同じですよってなってたけど、サポカの方はね、もともと金2枚ついてるはずのものなので、まあ普通に緑のカードが、金とね、均等に出やすく、2個分になってんのかなというのはちょっと気になるね。で、白スキルの方は、幻惑と講習ですね。で、それで言うと、緑スキルカードの方ね、白スキル取得しにくいっていうのも、サポカの場合だとね、その傾向残ってんのかなというのは気になりますね。そうだね、これ一緒か、白スキルちなみに。だからそういう意味ではね、なんかむしろこれ SSR、他の SSR より、白スキル的な意味ではね、取得、まあでもあれか、結局レベル、上がるからまあ問題ないのか、スキルレベルアップついてないしね、これは。なるほど。で、金はわからないよと。そう、ここにだからね、金スキルだけ書いといてほしいよね、本当に。って感じですね。まあ、で、一応新 SR は、スタミナ系ですね。ライバルリーバトル。ということらしいですと。はい、じゃあ、無料分引いていきましょうか。新スペシャルサポートカードガチャボリューム5、もうすぐリリースから100日日頃の感謝を込めて初回無料ということで、ね、まあ無料分だけでいいかなというところではあるんですが、引いていこうと思います。っていうのもね、まあ今持ってる SSR すらね、レベル上げれてないんで、メモリーボールがなくて。だね、素材がなくて、ガチャをね、回したくても回せないよみたいな状況になってるのは、なんか改善してほしいかなという感じですね。まあもちろんね、メモリーボールの入手方法ってガチャを引くことなので、まあガチャもっと引けよって言いたいんだろうけど、それはそれでね、まあ、なんだろうな。だからね、そういう意味ではね、今俺、サポカーよりね、キャラの方が欲しいところではあるんですが、まあ、無料分はね、せっかくなんで、引かせてもらおうと思います。ということでね、じゃあ、今回は締めに、無料11円、引いて終わりましょう。いきます。さあ、サポカーのガチャ引くの久しぶりだな。
さあどうだいと、うん、青いこれ一番ダメなやつだよね。金玉2個、金玉2個か、それは厳しい。せめて持ってないやつ来い。持ってるやつか。はい、なるほどなるほど。そして相変わらずのクオンの多さですね。お、スーパーチャンスは来る。でも追撃は今回しないよと。なんでサポカークオンがこんなに多いんだろうね。不思議だよね。 1,2,3,4,5,6,7 枚7枚クオンがいるもんね。はい、というわけで、まあ今回はここまでにしようかな。あー、でちなみに、常設のサポカガチャっていうのはこれか。一応確認しておきましょう。前のやつが、含まれているのかなということで、俺のサッカーのすべてだまで入ってますね。なるほどなるほど。で、ピックアップも選択できますよということで、まあこれはね別に引かないんだけど、ね、俺のサッカーのすべてだに変えておきましょうか。まあなんか無料が来るかもしんないからね。もうすぐ100日記念とか言って無料にやってたけど、100日当日とかに、こっちのね、スペシャルサポカガチャとか、ダブルピックアップガチャとかね、無料が来る可能性もあるので、まあ、ピックアップはね忘れないように買いとくのは別に悪くないかなという感じですね。これもちょっと引いちゃおうか。自分だけの武器イベントガチャ、まあ、出てくるのはねジェムとかでキャラが出るわけじゃないんだけどね。あ、足んないのか。なんだ、8枚しか持ってないのか。これさ、何枚今持ってるか分かんないようになってんのがちょっとあれだよね。俺持ってんのかと思ったわ。今持ってる枚数がここに、出てないもんね。まあ、引くときに出たか、今。そうだね。足りないよって言われたね。はい。というわけで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。あ、ちょっと待って。今、完全に締めようとしてから思い出したんだけど、今ね、SSR は引けてないんですが、はっきり申し上げますと、天才との出会い、こちらがね、一応持ってるけど、レベル1という状態なんですが、今ね、一応レベル上げれるようになってるので、どっちか育ててみるのはありかなっていうのをちょっと思ってるんだよね。ただ、50まで上げるか40でやめとくかっていう選択肢もあって、その場合よく使う別のカードを、50にしちゃった方がいいかなと思ったりもしてる。まあ、40で寸止めすれば、50までね、他のカードを上げるっていう選択肢も出てくるはずだからね。ということで言うと、ちょっとね、どっち上げようかな。天才との出会いは、スペシャル練習発生率アップと、コンディション削減が解放されるわけか。まあ、使ってないからこの辺はちょっとわからんね。で、はっきりの方が、40までだと、スペシャル練習発生率アップと、レクチャー率アップか。まあ無難に言うならはっきりの方がいいのかな。そうだね。まあこっちちょっと上げてみよっか。とりあえず40度目で、強化してみましょう。はい、 OK で、覚醒の一歩を50まで上げちゃうっていうのはありかな。ただね、覚醒の一歩は金スキルがね、バローと被ってんだよな、シュート名人ね。だから、バローにシュート名人つけようっていう話だったらいいんだけど、俺の場合ね、固有解放、できてるキャラがね、唯一バローなんで、バローとセットで使いにくいという意味で、ちょっと、どうしようかなという感じなんだけど、まあ、ただ、イベント傾向、賢さ寄りなので、そういう意味ではね、やっぱりフォワードに、フォワード育てるときにはね、この、革命の始まり持ってないから、覚醒の一歩をね、ちょっと、使いたい場面は多いかなとも思うんだよね。まあ、あと、練習試合ボーナスのパーセント上げるって意味では、練習試合ボーナスの、パーセント上げるって意味では、逆転スズを育てるのもありかなと思わなくはない。で、怪物に関してはね、凸が、一応ね、55まで、進んでるので、そういう意味ではね、こっち育てとくっていうのも底上げにはなるのかな。そうね、キックとテクニックアップだから結構ね、怪物
使い勝手はいいんだよね。テクニックとキックだとバローとかね、あのナギとかいろいろなキャラ育てるときに相性良さそうではあるから、使う機会はそこそこあると思うんだよね。だからちょっとね悩ましいな。ちなみに、天才との出会いを、上げようと思った場合、27まで上がるわけだね、今のメモリーボールで。うわ悩むなこれ。本当メモリーボール足んないな。バチだ50にしとくか。でも結構よく使うのは使うんだよね。でまあこっちもね、覚醒の一歩と一緒で、バチラのねスキルと金スキル被ってるっていう事情はあるんだけど、逆に言うとねバチラにパスメージにつけれるよというのも強みなんで、悩むね。誰を50にしとこうか、するとしたら。それとももうちょっと貯めとくかな。天才との出会いとか、まあ、今後ねまた無料が来た時に引けたやつを40にするために、またね40にできるようなラインで貯めとくっていうのはありなので、まあ一回貯めとくかな。まあ一応ね、スキルコネクト絡みの話っていうのはあるので、例えばね、怪物あげると、なんか多分、解放されると思うんだよね。だからその辺も含めてね、あ、ちょっと待てよ、バロー絡みであれか、ピッチの王様、まあでも初期キックアップ3のためにピッチの王様レベル上げるのも意味わかんないから、あーこっちか。初期テクアップ、フィジカルアップ、賢さアップ、でもね恩恵がちょっと低すぎるんだよね、やっぱりこれにしても。だから覚醒の一歩を、スキルコネクションこれのために上げるっていうのはちょっとないなっていうところで言うと、まあやっぱりちょっと保留かなこれは。基本的にはね50まで上げるメリットが、スキルコネクトだけだよねっていうと、やっぱ40、60のね偶数の刻みで上げていく方が良さそうですね。はい、というわけで、まあ、今回はねここで終わりにしようかなと思います。まあ、一応ねはっきりのレベル上げたので、まあ、試しに使ってみてね、もうちょっと、いろんなキャラ作れたらいいかなと思います。ということでね、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょ。